ボルビーとは、デンマーク出身のヘビーメタルバンド。伝統的なヘビーメタルにロカビリーを取り入れた音楽性によって、本国デンマークはもとより、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ドイツ、スイス、オランダ、アメリカなどで人気を誇る。2001年、デンマークのデスメタルバンド、ドミノスに在籍していたマイケル・ポールセンと、フランツ・ゴット・シャークが中心となって結成。 バンド名はドミノスが1997年に発表したアルバムボリュームビートにちなむ。2010年発表のアルバムビヨンドヘルアバーブヘブンはビルボードのヒートシーカーズアルバムチャートに110周ランクインし累計22万5000枚を売り上げるヒット作となった。続く2013年4月発表のアルバムアウトロージェントルメンシェーディレディースは アメリカで発売初週に3万9000枚を売り上げて、ビルボードを200チャートの9位にランクインした。同年、アンスラックスを脱退したロブ・カッチアーノが、リードギタリストとして加入した。サマーソニック2013で、初来日、翌年も来日公演を開催した。2015年、創設メンバーアンダース・コルフォルムが脱退し、翌年に、キャスパー・ボイエラー戦が加入。 2019年4月時点2月16日、渋谷クラブクアトロ2月17日、梅田クラブクアトロ。ありがとうございます。